こんにちは、おしがきです。今回は前の動画の概要欄に少し書いていたんですが、西日本、および福原全体ですねの講師、いわゆる先生をされている西ひとみさんの動画を撮ろうと思います。よろしくお願いします。今回ですね、正直結論から言うと、もういいことしかなかったので、まず初めに言わせていただきますと、もし福原行く機会があって、誰に入ったらいいかわからないとか、もう結構いろんなね、経験されてて、もう一スパイス加えたものがしたいとか、もしくは結構年齢が自分より上の方が好きっていう方には、もうぶっ刺さりおすすめの方になります。というのも、この方正直かなりレジェンド級の方でして、もうずっと長いこと業界にいらっしゃる方で、いろいろなテクニックがあり、でも本当に福原だけじゃなくて東京の吉原とか、それこそお風呂屋さんだけじゃなくて他のいろいろな業種の方にも教えていたりと、かなりベテランの方らしいんですね。で、僕もそこまで詳しく知らなかったんですけど、軽く、某 YouTuberさんの動画で、レジェンド級でありすんごいおすすめですよって言われてたんですね。でなおかつ僕それを知って、そこから東京の、銀ギラ東京ですよねのメルモちゃんに入った時に、私もこの人に教えてもらったし、せっかく大阪に近いんだったら入ってみればすごいいいよって言われるぐらい、すごい綺麗だったよって言われて、すごいかなり好評なんだなと。僕が知ってるね、その二人、実際会った一人の女の人からも教えられるぐらいすごいご好評だったので、ちょっと気になって、初めはアジトっていうお店にいらっしゃったんですね。でその時に予約をかけて、取れましたと。でじゃあよっしゃ入ろうと思って、前日の夜に、すいませんと、西ひとみが、本日付で辞めましたので明日入れませんと言われて、最初あれと思って、そもそも1回目ちょっと予約取れなくて、2、3回目ぐらいでやっと予約取れたって思った矢先にお店辞めましたと。すいませんが予約なしでお願いしますって言われて、なるほど、これはもうね、業界辞めちゃうのかなと思って、おーと思ったんですね。これはタイミング悪かったなと思ったんですけど、そこからツイッターの方をご更新されてるんで、ちょっと拝見させていただいて、アジト辞めましたと。で次は決まってからまた発表しますねっていう話が確かあったのかな、ちょっと忘れたんですけど、アジト辞めました、ありがとうございましたみたいなツイートだけされてたんで、ちょっと陰律で、もう明日予約だったのに残念みたいな感じで陰律させてもらったら、フォロー来て、ツイッターのマスター。フォロー変えさせていただいたら、DM がね、できるようになるんですけど、その DM の方で、すいませんと、ご予約入ってたのは存じ上げてたんですけど、ちょっと諸事情でやめてしまって、またお店決まったら、すぐ連絡させていただくので、よろしく、よかったらね、っていう話が向こうから来てたんで、そんなちょっとひょんな関係から、結構ね、ご常連の方とかはツイッター繋がってるんでしょうけど、一回も行ってない、僕がちょっとツイッター繋がって、でそこからちょっと連絡軽く取り合わせていただいて、ぜひじゃあこの日、また僕予定空いてるのでお願いしますっていう日程だけ組ませていただいて行ったっていう方なんですね。で、ちょっとこうね、予約も取れず、で、お店も辞めてなかなか連絡も取れずっていう感じだって、入れないかなと思った矢先ちょっと入れたんで、そこもすごい嬉しかったんですけど、実際今からちょっとお話しさせていただくんですけど、この方テクニックというか、やっぱりベテランっていう、ね、こともあって、本当に言うことなしというか、むしろもう一回行きたい、ちょうど1年前に行って、動画にするか正直悩んだというか、ご本人がなかなかちょっとね、あんまりいい返事ではなかったので、動画にするか迷ったんですけど、ぜひ一人でも見た方が言っていただけるとっていうので、ちょっと勝手ですが動画にさせていただいてます。なんで何か不都合あればすぐご連絡ください。ツイッター繋がってると思うんで、もしこの動画見てらっしゃる、多分もう追ってない、1年前なんで追ってないかもしれないですけど、もしどこかでまた見て何か不都合あればすぐおっしゃってください。もう消せって言われたらすぐ消します、この動画を。なんで、見た方はまずぜひ行ってください、すぐ今すぐ行ってくださいっていうぐらい本当にいいですっていうのも、まず先に念頭に置いておきますね。で早速ちょっと、じゃあ本編の方行きましょうか。でこの方、お顔は誰に似てるかって話ですよね。いつも僕大体こうね、想像しながらとか他の人に聞いてから、こういう人に似てますよって言うんですけど、西さんに関しては聞いてない、本当に僕が個人的に思うような顔なんですけど、芸能人誰に似てるかって言われたら、加藤サリさんっていう方ですね。一時期狩野英孝さんとちょっとね、お付き合いがあったのかな、確かっていう方だと思うんですけど、加藤サリさんのちょっと
顔を少し薄くして、目元がちょっと釣り目気味、深田恵美さんみたいな感じの目元だったっていう風に記憶に書いてるんですね。なんとなく僕もそんな感じのね、記憶なんですけど、っていうようなお顔ですね。で、某 YouTuber さんね、入った方が30代ぐらいだったよっていうお話をしてたんですけど、確かに顔はめちゃくちゃ綺麗で、30代、中盤から後半ぐらいなんじゃないかなっていうようなお顔でしたね。かなり綺麗でしたね。で、僕が行った時のプロフィールは45歳って書いてたのかな？ですけど、今年、1年前45って書いてて、今見たら48って書いてたんで、もしかしたら40代後半というかもう50代前半ぐらいまで差し掛かってるのかもしれないけど、そうは思えないぐらいお綺麗でしたね。で、本当にごめんなさい。僕ね、自分の顔も整形してるんで、あくまでも憶測なんですけど、おそらくある程度はいじられてるんじゃないかなと。アンチエイジング系ももちろんそうなんですけど、もうベース、鼻とか、脂肪吸引とか、口腔はどうだったかな。もう触った感じがちょっと忘れちゃったんですけど、胸は本物かなっていう風にハテナって書いてるんで、もしかしたらされてないかもしれないですね。ちょっと僕の記憶上ももう触った感覚わからないんですけど、皮膜拘縮してるぐらいカッチカチっていう感じじゃなかったかなっていうなんとなくの記憶ですね。そもそも整形すごい気にされる方だったら向いてないかもしれないですけど、そこまで違和感のあるようなお顔じゃないんで、今まで見てきた顔の中で、ああこれやってるなってすぐわかる系の人、よりはちょっとマイルド、もう多分やってはると思うんですけどね。鼻とかね、それこそ鼻線形成、鼻中隔延長やってるかな、わかんないですけどね。プロテーゼ入れてるんかなっていうぐらい鼻筋綺麗でね、メイクなのかもしれないですけどね。それはアイシャドウとかノーズシャドウとかでカバーされてるのかもしれないですけど。で、お胸も結構大きい。で、身長がもう結構小さいんですよね。公式何センチかちょっと忘れちゃったな。152センチとか3センチだったかな。もう少し低かったかもしれないですけど、結構ね、僕が176なんで、僕と並んでも結構低いなって思うぐらいですね。で、脂肪吸引してらっしゃるのかなと思ったのは、筋が結構ね、綺麗な形出てらっしゃるんですよね。なんかトレーニングもされてるみたいで、こういうプロテイン飲んでますみたいな話、ツイッターで、ちょっと連絡させていただいたんですけど、僕筋トレしてるんでね、っていうぐらい自分の体とかお顔とか、やっぱり体が商品っていうのももちろんあると思うんですけど、すごいそういったところは徹底されて整えてる。で、もしくは綺麗に、こう維持し続けられてるっていうぐらいプロフェッショナルですよね。本当にお綺麗でしたね。記録にも書いてましたね。脂肪吸引によるものか、やや腹斜筋腹直筋、こことここっすね。ここのラインがね、結構綺麗に出てるんですよ。ちょっと僕ここ隠しますわここはね、すごい綺麗に出てるぐらい、美ボディって感じでしたね。で、若干、シワがお腹にね、あるんですけど、それはおそらく、増減したのか、脂肪吸引で、もともとあったものがね、の皮だけ余って、シワができたのかは分からないんですけど、少しあったかなっていう感じです。でも本当に綺麗ですよ。ここまで綺麗に体整えられて、顔整えられてる、あれぐらいのご年代の方って、そうそういらっしゃらないと思うんで、すごい綺麗だなと思いましたね。で、輪郭も、すごいシャープ。顎がとんがってるっていうほどじゃないんですけど、ゴツゴツもしてない、すごいなんかね、滑らかな感じでしたね。本当に綺麗に整えられてるなっていうような形でしたね。で、エレベーターね、モンテクラブっていうところに今所属されてるんですけど、モンテクラブもエレベーターから降りてきてもらって、どうぞっていう風にボーイさんに案内されて、一緒にエレベーターの中入っていくんですけど、初対面、正直僕顔あんまり、プロフィールで見えないんですね、お顔は。正直ね、顔はそんなに期待してなかったんですよ。言っても40代後半45って書いてるぐらいなんで、おばさん出てくるんだろうなと思ったら、もうそれを二回りぐらい上回るぐらい綺麗だったんで、ちょっと当時の僕もね、思わず、わ、綺麗ってちょっと一瞬ね、パッと言っちゃうぐらい。で、そのままお願いしますって言って、さーっと一緒に入っていくぐらいね、お綺麗でしたね。後からね、プレイした後ですかね、ピロートフックみたいなタイムの時に、ああ言ってもらって、エレベーターの前でね、こう、綺麗だねって言ってもらって、すごい嬉しかったよっていう風に言っていただきましたね。で、こっちはお顔は知らない。なんとなくの情報は知ってるっていうぐらいなんですけど、入る前に、僕こういう YouTube 撮影してるのを URL で載っけちゃってたんで、今もう載っけてないですけど、Twitter に。で、YouTube 撮影されてるんですね。しかも結構辛口でみたいな話されてたんで、Twitter で。そこあれば、そういったこと動画あげませんよとは言ったんですけど、それに対しては、そうしてくださいみたいな返信がなかったんで、なんで今ちょっとこういう動画ね、撮らせていただいてるんですけど、向こうはある程度僕の声は知ってるっていう状態で、どういう話してるかとか、こういう活動してるっていうのを知ってる
状態でもう僕が言ったんで、もう異例ですよね。大体風俗、ちょっと言葉に濁します。大体風景の遊びする時っていうのは、僕が向こうのことを知っていても向こうが僕を知ってるとかっていうのはまず基本ないんですよね。どんなことが、例えば有名人であったりとかインフルエンサーとかでしたらまた別ですけど、そうではないんで、僕は基本僕が知ってて向こうが知らないっていう状態が当たり前なのに、こっちはちょっと知ってるのに向こうは結構僕の声とか体とか知ってるっていう異例な状態からスタートしたんで、そこもまたちょっと面白かったですね。他の人ではないような体験でしたね。っていうので、そのままお部屋入ったら YouTube 見てますよと、でああいうことで話してましたねとか、今ここね新しい新居なんですけど、引っ越しの話とかメルモさんの話とかね、メルモちゃんね私教えただよねみたいな話をして、まあそれを聞いてね来ましたというふうに話したんですけど、もうなんかいろいろ知られててちょっとこう逆に怖かったですね。なんかこれやっぱ余計なこと言うと消されるんじゃないかっていうくらい、まあっていうのもあってちょっと1年動画出してなかったんですけど、ぜひねこれはやっぱ動画にしたいなと思って、ぜひちょっと残しておきたいというか、ぜひぜひちょっと現役で活躍されてる間に皆さん一回は行ってほしい。ちょっと僕もう一回行きたいですねっていうぐらいなんで、ぜひぜひちょっと話させてください何回もすいませんね、ちょっとセーフティーにこういう発言させていただきますけど、ぜひねちょっとこの動画、最後まで見てください。本当に面白かったんでね、いろいろで、そっちでね話を向こうが知ってるっていう感じでエレベーターで話したりとかね、お部屋入って話したんですけど、靴がその時ね、アボラのヒールブーツっていうちょっと高くなるような綺麗なブーツを買って、まだ 3,4 回ぐらい使ったぐらいかなっていうもので行ったんですけど、結構靴綺麗だねって、やっぱり男性靴が汚れてるとかすごい気になると思うし、そういう綺麗にされてるのすごいいいよっていうように言われたんですね。かなりこの方、細部まで足元から頭先まですごい見られてるなっていうのと、やっぱりそこの観察眼っていうのはどういうことに使うかっていうと、後から結構いろいろ言われるんですけど、お客様を褒める時に使うんですね。よくこれ風景の、これ女の子はぜひ参考にしてほしいというか、男性はあそうなんだっていうふうにしてほしいんですけど、よく言われるマニュアルとかで3つ男性のことは褒めましょうと、3つ、1回のね入った時に3つ褒めましょうっていうので、いろいろね観察して、ここいいね、あれいいねっていう風に言われると思うんですけど、それがね西さんはむちゃくちゃ得意というかお上手でしたね。本当に褒めるバリエーションがすごい多くて、例えば僕目のね整形してるんですけど、目元がクリクリだねとか、で体も筋肉があって大きいねとか、肌が綺麗清潔、脱毛してないけど腕が細いね、腕毛がね薄いねとか、すごいこれ薄いからローションに向いてるよみたいな、ちょっと冗談もね交えていただいたりして、いろいろ褒めていただいたんですね。そんなこんなちょっと話しながら、じゃあ早速最初ベッドから始めましょうっていうので、基本的に高級店っていうのは即いわゆる入ったらすぐプレイタイムっていうのが、ベースに入ってると思うんですけど、ここもそうですね、最初ベッドで、次お風呂で潜望鏡マット行って、またベッドみたいな流れだったんですね。潜望鏡とは何ぞやっていう話なんですけど、東京吉原に行っている方であったら結構お詳しいのかと思うんですけど、前吉原のね動画でお話ししたと思うんですけど、お風呂に入ってこうね湯船があるとしたら、自分が結構こうなだらかに角度がついてるお風呂なんで、こう角度をつけてこうちょっと見えないな、こうっすよね見えたかないわゆるそういう状態でお風呂で、お口でねっていう話なんですね。もうここからもう詳しくは言わないですけどそういうのが潜望鏡です。一応でやっぱり福原って潜望鏡基本なしなんですね。皆さんね、されないというか、吉原の文化なんでしょうね、あれって。っていうものなんで、福原に来てこれしてもらえるんだっていうのも、嬉しいというか、面白ポイントですよね。一個ああいうのも経験されるのはいいかと思います。本当に、ビデオみたいなね、プレイなんで。すごいいいんじゃないか、好きな人はすごい好きだと思いますよ。僕されるのはねすごいちょっとこう気分上がるんで良かったです、これもっていう流れなんですけど、まずベッドから始まるんですけど、結構こうベッドが狭くてちょっと落ちないようにねって最初言われたんですね。後から言われるんですけど、もう本当に急に移ったばっかりなんで、すごい一般の女の子が使うようなベッドだったみたいで、今行かれたら結構広いベッドがあるんじゃないかなと思いますっていうようなものを用意してくださいって言ってたんで、前戯から始まるんですけど、またこれがねもう全部ピンポイントですんごい良かったんですね。バリエーションが豊富だったんで、僕日記で書いてるのは多分ごく一部なんですけど、覚えているものだけでも、まず手でしょ、口でしょ、で両手でやるやつみたいなやつがあって、次ノーハンド、手なしで、手はビーチクの方にね行ったりとかするんですけど、あとは膝、膝は後でこうやるんですけどね、メルモちゃんの時にやってもらって膝曲げてる時の間に挟むやつとかね、あとは玉上を押さえたハンド、これね他の女の子全然やってないんですけど、これがね意外と良くてね、なんか例にやって
なるあるかな。ちょっとないんですけど、玉そうね、まあ、玉があって上からこうあるでしょ、こう押さえてこうするんですよね、こう。だからここの部分が長くなるんですよ。でしっかり押さえられてるから固定されてここを刺激できるみたいな、いうなんか手法なのかわかんないですけど、これが結構ね良かったんですよね。すごい面白いなと思いましたね。でその玉押さえハンドとか、まああとはね、次また押さえたらまた口行って、次足ですよね。足でやって、膝だけじゃなくてね、で両足でやって、で足でやりながらまた手はいい位置くみたいな、なんかもうね、四肢、手と足と頭と、なんかもう全部使われてるみたいなプレイスタイルで、使えるとこ全部使ってくるみたいな、すごかったですね。本当に、まあ本当に一般的な若い経験が浅いというか、一般的なね、こう女性だったりとか、お水のね、まあ風系の女性でも、ある程度レパートリーはあるんですよ、もちろん。で、まあでも、想像できるような範囲内じゃないですか、大体普通はね。それが、あ、こんなのもあるんだとか、こうやるんだみたいな、すごい、これなんか動画でしか見たことないよみたいなやつが、もうバンバカバンバカ出てきて、そこはすごい面白かったですね。でそっから、お尻とか、挟んでね、とか、まあ、アナちゃんとか、まあ、これは多分僕の方ですね。ちょっと緩急つけながら、まあ、ハサミがちょっともう、ごめんなさい。まあ、そんな感じで、もう自我の表現はね、避けますけど、挟み込むみたいなね、ももの間に入れるパターンですよね。とか、まあ、スリスリとか、下でね。まあ、眼球もしてもらったりとか、いろいろあったんですけど、まあ、ありとあらゆる技を、こう、結構ね、いい感じに攻めるんですよ。ああ、いいなーって、こう来て、ちょっと一旦休憩、こう来て休憩みたいな、その、ここがマックスだとしたら、ここら辺まで行って休憩して、ここら辺まで行って休憩してみたいな、いい塩梅でされるんですよね。だから、なんかずっといいみたいな、その、良くない時間が一つもないみたいな、ような感じでしたね。すごい良かったですね。まあ、あとは、膝裏でこう挟み込むやつとかは、まあ、メルモちゃんの動画を見ていただいてたんで、これメルモちゃんもやってたんでしょみたいな、私が教えたんだよみたいな、もう、ね、殿下の宝刀みたいな、みたいな感じでね。やってもらったりして、まあすごい良かったですね。でやっぱりね、結構お褒めいただくことがあるんで、硬いねって、いつもこんな感じなのって聞かれたんですけど、この日は特にやっぱりずーっと良かったんで、いやこれは今日は特にですと僕は答えたみたいですね。やっぱめちゃくちゃずっと良かった、書いてるぐらいなんですけどね。秘密クラブとか、まあ、僕がよく行ってた方とか、まあ、まだ動画出してないんですけどね、この方。いつか出したいんですけど、もう10回以上行ってるお気に入りの女の子が一人いるんですけど、まあそういう方とかと似た感覚、なんかずーっといいところばっかり攻められるような感覚だったんですよね。それをまあ初見でやってくださるってことは、そんだけやっぱり経験値とテクニックがあるんだなっていうような方でしたね。で、まあこうね、何回も何回もいい具合に波に乗ってきたんで、まあ、入れるって言われたんですね。まあその前に確か僕もまたちょっと元気されて、まあ、僕こういうのね急に好きなんすよみたいな話したんで、ちょっとやった気がするんですけど、まあ、すぐまた入れるって言われたんで、じゃあはい、じゃあ入れていいですか、お願いしますって言って、ちょっとまた再度こうねやってもらって、こう高めて高めてってされたんですね。でなんかもう入れるって言われたのにまた高められたんで、もう結構ギリギリ限界ぐらいまで来てるんですよね。で、まあ、なんでまたねこう前儀されるかっていうと、ちょっとエッチな顔してるからっていう風にね、言葉攻めも入ってきたりね、いいっすよね。あのね、いいっすね、M の方はすごいいいと思います。まあド M 向けではないと思うんですけど、ソフト M とかね、僕は割とそっちの気質だと思うんで、そういう方はすごいいいと思いますよ。でまあ早速何が好きって聞かれたんで、これはもう皆さん一緒ですね、まあ、乗ってくださいと、僕は乗られるのが好きですと言われたんで、まあ言ったんで乗ってもらったんですね。で一回乗ったらまたこれがいいのがね、馴染ませてくれるんですよね。しばらくすぐ動かさない、ちょっと馴染む時間があるんですよ。これが分かってらっしゃるなというところでね、こうよくねこうシミケンさんの動画なんかでね言ってたりするんですけど、入れてからすぐはちょっと隙間が空いてるけど、しばらく放置してたら馴染むみたいなね感じで言われてるぐらいなんで、ちょっと馴染ませてくれてから動き始めたんですね。で僕基本的にお尻好きなんで持ってるんですよ。で持ってたら、まあ、動かしてって言われたんで、よっしゃ来たと、僕のお得意のやつ見せてありましょうと、ちょっと動かさせていただいて、もうそれはもうねちゃちゃちゃってやらせてもらって、やっぱねこう気持ちいいって言ってくれるんですよね。まあそこでねこう黙ってる方と、ねちょっと案言ってくれる方と、まあ気持ちいいって言ってくれる方ねいらっしゃるんですけど、やっぱこのね
2つ、後半2つ揃ってたらやっぱり演技だとしてもこっちとしたら嬉しいんですよね。何も言わないよりは言われる方がやっぱいいですよね。なので1回目はそのまま、まあ、ちゃんと行きましたね。全部いいんですよね。どこ使ってもいいみたいなのは初めてでしたね、本当に。大体どっかが良くて、まあもう1個2個はちょっと微妙かなっていう方がほとんどなんですけど、西さんに関しては全部いいっていう感じでしたね。で、まあ、1回目ね、フィンしたんですけど、しばらくそのままこうずっと動かないでいてくれて、でその間はもうね、ぎゅうぎゅうですよ。もうそこがまたすごいんですよね。なんかこう、多分コントロールね、できるんでしょうね。中のね、圧みたいな、もうそれがすごい良かったですね。で、ちょっと休憩して、まあ、少しね、その YouTube の話とかもちろんしたんですけど、まあ、ちょっとこう、詳しくは言わないんですけど、どうやら体に少しだけ傷があるみたいで、それをすごい気にされてたんですよね。Twitter とかでも、直接この時にも言われたんですけど、こことここの傷、昔ちょっとね、こういう、まあ、詳しくは言わないですけど、こういう経緯があって、ちょっと傷ができちゃって、みたいな話されてたんですけど、言われなかったら全然気にならないぐらいです。本当に何にも言われなかったらマジでわからんぐらいの傷でしたね。綺麗にね、こう、修正されてるんだなとは思うんですけど、すごいそこだけちょっと気にされてたかなと思いましたね。本当に何も気にする必要ないと思うんですけどね。まあなんか言われたのかもしれないですけどね、どなたかに。全然本当にでも気にするぐらいじゃないです。僕も何にも気にならなかったんで。で、まあちょっと休憩して。で、一回目そのベッドの時に、まあアナちゃん責められてる時にね、まあ下でやろうとされてたんでしょうけど、ちょっとトイレ直前に行かれましたかみたいな話聞かれて、確か僕行ったなっていうので、あ、直前行きましたわって言ったんで、あ、じゃあ、ちょっとお風呂洗ってからこっちはやりましょうかっていう話されたんで、まあ、そのままお風呂行って潜望鏡される前に体ねゴシゴシされてっていう感じだったんですけど、まあ、この方講師されてるっていうのももちろんベッドの講師もされてるんですけど、もう一個すごいところがあってマットの講師されてるんですね。マットは福原に来てる方はわかると思うんですけど、ビニールマット、銀色のクソでかいやつの上に乗って、まあ、ローションつけて全身に、まあその上で何やらするんですけど、マット僕2回だけ受けてて、まあ、1人は動画にしてないんですけど、エピなんちゃらみたいな感じの場所だったかな、福原のところでね、初めて行ったところと、まあ、もう一つがアジトの、まあ、キコちゃんですよね。まあキコさん、ちゃんさんは分からんけど、キコちゃんにやってもらって、でキコちゃんはすごい上手かったんですよ、マット。で、まあ、3回目ってこともあったんですけど、まあ、その上手いよ、またさらに上にちょっと乗っかってくるようなぐらいの上手さ。まあこれはさすがですね、ベテランの技と言いますか、すごい良かったですね。仰向けで基本的にはね、するんですけど、マットって下に落ちないように、上に大きいちょっとこう、枕式のもんがあるんですけど、枕のところこう押さえるんですね、腕で。こんな感じでね。で、それで落ちないようにするんですけど、それもやったし、まあ、四つ這いにされて、中にギューンって入ってくるんですよ。で、入ってきて、何をするかと思えば、僕がこっち向きに四つ這いしてるとしたら、180度回転した状態からギューンって入ってきて、五点攻めっていうのがあるんですね。五点攻めとは何ぞやってことなんですけど、足、両足でビーチク攻めて、手でお尻と玉攻めて、口で竿を攻めるみたいな、なんかもう、何これみたいな。面白い云々よりも、もう良すぎて、もうなんか集中できないみたいな、その、すごすぎて、もう、だいたいすごすぎたら笑っちゃったりとかね、なんかこう、こんなんあるんだみたいなね、驚きがあるんでしょうけど、それ越して、もうなんかもう、良すぎて、もうなんかビクビクしちゃうみたいな。もう、これは良かったですね。でも、ちょっとこれしてくださるときに、僕もベタベタだったんですけど、ちょっと、やっぱり、ね、こう、ぐーっと下まで入ってきてくださるんで、髪もべちゃべちゃになっててね、ローションで。それは、ちょっと大変申し訳ないなっていうのはありましたね。まあ、きっとこう、終わってからね、髪洗われて、またドライヤーして、次の方ね、待ちはるのかもしれないんですけど、いやー、なんかね、すんごいパワー。パワー技って感じでしたね。めちゃくちゃすごかったですね。で、そこから、まあ、ね、こう、終わったんで、まあ、一回またベッド戻って、で、急にさせてもらって、6級して、6級ね、してくれるのはいいっすよね。大体、ね、急にはして、なんだろうな、していいよって女の子多いんですけど、6級をね、してくれるのが、まあ、すんごいいいっすよね。もう個人的には僕めちゃくちゃ好きなんですけどね。まあなんか、今度また6級してほしいなって言おうかな。次行ったら。これ見たらちょっと思ったわ、しばらく久々に。で、まあ、騎乗なんですけどね。背面騎乗ですよね、次は。こうじゃなくて、こうっすよね。こう。これね、してくれて、これもすごい良かったんですよね。で、また騎乗して、で、もう一回回る？ちょっとプロペラみたいに上で回っちゃうみたいな。背面騎乗、背面こんな感じで、回っちゃうみたいな。もう、ね、こう、知ってる人は知ってるかもしれないですけど、
こう上で回るプロペラの動画みたいなのがあるんで、それを思い出してちょっと笑っちゃいましたけど、まあ、ちょっとこういうね、ジョークも言われたりとかされるんですけどね。まあ、それでまあ、2回目も機上でフィンみたいな感じで終わったんですね。で、もう2回終わったら、もう基本的に最後は、まあ、アフタートークみたいな感じなんですけど、いろいろ豆知識みたいなのも教えてもらって、動画にまだしてないんですけど、ボンジュールっていうところに僕行ったことがあって、まあ、高級フルーツの盛り合わせみたいなのが出してくださったりすることがあるんですね。で、そういう話したら、まあ、昔はいろんなところ、高級店って言われるところは基本的にあったけど、食中毒が出たりとかして、もうほとんどのところやめちゃってるんだよね、話があったりとか、まあ、もともと、その、違うところにね、あったお店とかが、コロナの影響で、今はこっちに移動してきたんだよ、みたいな話をね、してくださりましたね。あとは、まあ、ちょっとこの話、前の動画でしたかは覚えてないんですけど、まあ、アジトの、まあ、キコちゃんの時に、ベッドがめちゃくちゃ広かったんですね。で、あれ、ベッドめちゃくちゃ広かったっすわ、って話したら、まあ、あそこは、基本的に、違法だと、ざっくり言うと。お風呂屋さんっていうのは、マッサージ店みたいな感じの前提なんで、ベッドじゃなくて、マットレスと四角い枕みたいな感じのものを使ってるのが基本なんです。で、ここは、一応マッサージにしに来てるっていう体で来てたりするんで、違法じゃない。まあ、いわゆるそういうね、法の抜け道じゃないですけど、そういう体でやってるらしいんですよね。だから、マットとか枕にタオルを巻いてたりするみたいなんですよね。っていう豆知識を教えてくださったりとかね、したんですけど、あそこはもともとベッドがある部屋っていうのは公衆で使ってたから、基本的にお客様じゃなくて教えるっていうので目的で使ってたから、あんなに広くてベッドも広かったんだよって。まあ、今はもう公衆でも使ってないから、あそこをまあキコちゃんが使ってるんだけどねみたいな話をね、同じもともとお店だったんでされてたんですよね。まあ、で、ああいうところの大きいベッドっていうのは監査が入っちゃうと、もう一発で営業停止になっちゃうから、まあ、実際監査が入ってきたりとかしたら、まあ、何もしてませんよって、今食事中ですって、マッサージ屋なのか食事屋なのか風呂屋なのかわかんないですけどなんかいろいろ言い訳みたいなのあるみたいですね。監査が入られた時とかね。あとはマットとかは残ってたらダメだから、あれはパーンってもう割ってぐしゃぐしゃにして端に隠しちゃうっていう風に、マッサージ屋さんだからねって話してましたね。あとはお食事中とかだったら、こう口でしてる時も、いやこれ食べてるだけですよ、食事中ですよっていう言い訳するみたいですっていう風に、結構ギャグ多めの楽しい会話をたくさんしてくださりましたね。っていう感じで、ちょっと本当はね、なんかもう1年前の話なんで、日記見ながら話してるからこれぐらいの時間で済んでるんですけど、本当はもっともっと話す話っていうのがあったんですけど、ちょっと1年前なんでこれぐらいのボリュームになっちゃいましたね。また今度、後輩のね、こう彼女ができるようにプロデュースみたいなの僕してたんで、もう後輩が彼女できそうなんで、彼女できたら、まあ、1店舗ねと焼肉おごりますよみたいな話何人かにしてるんで、その時にもう一回2歳のところ行こうかなっていうぐらいなんで、ちょっとまあまた機会があればまた動画にしようかなと思いますので、まあ、今回第1回目はこれぐらいで終わりにしたいと思います。まあ、もう1回は行きたいですね。もう1回と言わず 2,3 回はまだ行きたいですけど、ちょっとそれはまた今度にっていう話ですね。はい、じゃあこれぐらいで今回は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。